モレリア市はメキシコミチョアカン州の州都である。人口約62万人。メキシコ独立運動に参加したホセマリア・モレーロスの名から取られた。市内にはモレーロスの聖火や博物館があり、メキシコ国内から多くの観光客が訪れる。モレリアがあるグアヤンガレを谷に置ける人の居住の歴史は7世紀まで遡る。ここで見られる工芸品は この地域の初期の文化におけるテオテワカン文化の影響を示している。12世紀にタラスコ族が谷にやってきた。彼らはスペイン人による支配以前にこの地域を政治的に支配していたが大規模な定住はしていなかった。12世紀から15世紀の間、マトラツインカ族は近くのパツコアロコを拠点としていたタラスコ族の認可を得てこの地域に移動してきた。 主要なマトラチン家族の定住地は現在フアレス広場がある場所であった。ゴンサロゴメスが率いるスペイン人が1525年から1526年までグアヤアンガレオダニに進出してきた。1530年代にこのエリアはフアンレサンガ・ミゲルやアントニオ・デリスボアなどのフランシスコ会修道士による伝道を受けた。今のモレリアの元になった集落は アントニオデメンドーサ福王と数多くのエンコメンデーロにより1541年に設立され、当初はヌエバ・シウダー・アーデ・ミチョアカンと呼ばれていた。新たに設立された集落が急速に成長したため、バスコでロ川、スペインに行き、新都市がミチョアカンの首都にならないようにするため、ライバル集落であるパツコアロの市の名称と紋章を得た。 さらに新しい定住地をグアヤンガレオの名称に変更することも要求した。1545年にグアヤンガレオはカール5世からアントニオ・デメンドーサの故郷の名前にちなんだバリアドリードという名で都市の地位を得た。これはミチョア監修のアントニオ・デメンドーサとバスコでキロガの間の権力闘争の一部であった。キロガは生涯を通じて 総督とエンコメンデーロの反対にもかかわらず、パツコアロで政治的及び教会的な権力を維持することができた。キロガは1565年に亡くなった。1580年までに政治と宗教の両方の統治権力がバリアドリードに移され、バスコでキロガが創設したコレヒオデ・サン・ニコラスを移転し、新しい大聖堂を設立するための基礎を築いた。市内に、 麻薬密売組織の拠点があるとされ、政府当局の捜索への犯行や対立する組織同士の構想により治安は悪化しつつある。2008年9月15日の独立記念日には、市内2カ所で手榴弾が爆発する事件が発生、死者7人、負傷者101人を出す惨事となった。2009年5月26日には、 麻薬組織の摘発を通じて、組織と関係があった、州知事、複数の警察署長も逮捕され、治安が急速に悪化した。メキシコ政府は軍隊を投入し麻薬組織の一層を、図っているが、同年9月2日には、麻薬組織側の報復により、州安当局の副局長が殺害されている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、 登録された。メキシコ、モレリア市中心部での爆発事件に伴う、注意喚起メキシコ麻薬戦争、知事や警察署長を一斉検挙。ありがとうございます。